ああ、ご無礼を。てっきり王子かと。この像、伊蔵が彫ったものだな。猛虎は父を殺すだけでは足りず、その傑作を怪我しました。お主は息子か。あやつの新作は二度と見られぬのだな。この像は元に戻せます。そのためには道具がいるのですが、猛虎に乗っ取られた家にあるのです。俺が取ってこよう。伊蔵の無念を晴らしてやらねばな。ありがとうございます。道なりに進めば我が家があります。もし猛虎がいたら。分かっておる。ここがいいぞ。やげたどっすん、ボクシング。ボクシング。うっ。あっ。ラチャ。道具があるはずなのだが。何しに来た。伊蔵殿、無事であったのか。猛虎に殺されたと聞いたが。息子からか。お連れしよう。いいえ、わしが生かされてるのは猛虎の武将に腕を認められたからだ。お主の掘った像はいたずらに破壊されておるぞ。わしの作品を不備来に献じたいと言われてな。断れるものか。荷をまとめついてこい。どの像が壊されてしまった。道沿いの菩薩像だ。あれは息子が生まれた時に彫ったもの。つまらん不出来の像だ。そうだろうか。いおりはできた息子だが、芸を見る目は養ってやれんかった。お主がどう言おうと、あれより立派な像は櫛にないぞ。櫛とな。大元国の広さを知らんわけではあるまい。お主が求めるのは名声か。攻めるか。誰もが九郎道を敬い崇めてるぞ。民のため戦うからだ。なるほどな。己の務めと己の道を天秤にかけたことがないのだろう。こっちだ。
隠れろ、音を立てるな。だが息子が。静かに。さあかかってこい。象を守ったのだ。息子の命と比べたらこんな象など。息子を思うなら父として象を修繕してやれ。すまんな、より。